皆さんご機嫌いかがでしょうか。キコちゃんのアシスタントの下日です。よろしくお願いします。そうなんですよ、僕キコちゃんのアシスタントなんですよ。多分未だに誰あの人、あのおっさん何、あのキモいおっさん誰っていう人がたまにちょこ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 多分ねいらっしゃると思いますので、改めてねご紹介させていただきますと、僕はですねキコちゃんのアシスタントとしている下髭と申します。よろしくお願いします。で今日はですね、何をするかというと、多分サムネとか多分タイトルの方も出てると思うんですけれども、まあ、ちょっと久々にプレイ動画をねあげようかなと思うんですけども、まあ何をやるのって言ったら、まあ皆さんお気づきですよね。このねメンツを見ていただければね、そうオーバーホールをねまあやりたいなと思うんですけども、最近ねこれハイエンドノームはまだ出てきてないんですけど、今まではシーズン1のシガラキが出てきたところあたりで終わってたんですよ、今まで見てたのがね。で今ねシーズン3のもう多分最後の方なんでしょうね。画面の下にあるこのビッグ3、彼らがビッグ3なんだみたいな紹介されてたところまで見て、だからこれちょっとオーバーホールもねちょろっとね出てきたんですよね。なんかこう被ってるやつがさ、被ってるってあれ方形じゃないよ、もう神聖じゃないんだけど、こう被ってる人がなんかさ見つけるじゃん、オーバーホールのさ一味をさ、そこまで見た。ハイエンドノームはまだ出てきてないし、このジェントルクリミナル&ラブラバっていうのも出てきてないんだけど、そうちょっとねこのコインはねモンストの日にちょっとねがっつりちょっと集めようかなと思うので、ツイッターの方で募集すると思いますので、その時ぜひ競争率低いと思いますのでぜひご参加ください。行ってみますか、オーバーホール。残り13分しかないからやり直し聞かないよ。フレンドはキコちゃん、行きましょうか。いやいやいや、どこまで行けるか結構難しくない？ねえ、攻略情報ちょろっと見て、あんまりこうなんか、こういう風にすると飛ぶとかそういうところは、まあ、見てはいるんだけど、多分難しいだろうな、みたいな。やっぱりね、僕の周りでもね、モンスト、まあ、ストライカーいるんですけど、まあ、難しいっすよ。簡単だっていう人もいると思うんですけども、難しいよっていう人もね、まあ普通、世間一般的には多いと思うんですよね。まあ結構こう、YouTube でね、モンスト系をね、熱心に見てる方も、ゆるいよっていう人いると思うんだけど、どうしようかな。ちょっと行くか。いや、ここで死ぬってありえない。まずありえない。ありえない。許されへん。あれ、ボフ今食らったのが2万とかだっけ。もうここでもやらんと、もうこのゾンビが確か即死でしょ。この辺は全然もうね、僕でも最初簡単だなと思った。でね、ラスゲまではいけてるんですよ。本当はなんかね、飛ばすことできるらしいですけどね。ここからね、なんかちょっとね、脳みそをね、使うよね。どうしよっかな。いいや。あ、間に合った。あ、でもあれ、2発食らう。4万。4万だっけこれで。6万くらいになる。ドン。ボン。うん、そうだよね。あ、そんなに、2万。あ、そうだね。どうしよっかな。横勘で降りて右側行きたい。いきます。バカだね、バカだね。そしたらじゃあもう次、あ、どうしようかな。無視で無視で下踏まないで行ってみましょうか。
踏むんだろうけどね。まあ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 、まあ、でこれ次で赤マスを全部踏もう。ガイドが出てくれてんのはいいね。まあ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 、ね、世界一気で間に合わないけど雪玉で倒せた。SS 稼い、SS 稼いでんだって思えばいいか。どうしようかな。個人踏んで、まあ、待って、受けたって、うん。いきなり踏んでね。まあ、いきなり踏んでるんだろうけど、多分、くるくる回って間に合わせっか。間に合うと届くよね、ちょっと。で次に倒せるでしょう。うん。うん。一瞬じゃやべえと思った。ここからだね。ステージ3ぐらいから結構厳しくない？やらしいよね。ゾンビ、即死ゾンビもやらんといけんし。ね、あの、硬いお侍さんいるでしょ？あれもやんなきゃいけないし。順番的に4だから左下のゾンビ注意って感じなんですかね。そうだね。左下優先に行こうかな。ダニうん、あダメもそんなに、ね、でファーストでやりつつあもういいや先に進むこと重視すっから SS 使う使う。いきます。ここで使うの。ゲロゲロもったいないけどね。で次2だから。うん、極力殴りたい。このさ。ヒット数でさ、HP 見えないのさ、たまにちょっと聞く。なんか嫌だよね。わかります？あれ。そんな感じするよね。あ、ちょっとで帰ってくる。これ踏んでるのかな。あ、よしよし、セーフセーフ。食らってね、食らってね。ソウルスティールだっけ？倒したやつで HP アップか。お、ボス来た。このさ、声優さんってさ、聞いたことある声なんだよね。あの、ちょっと前に僕あのデスストランディングっていうゲームやってたんですけど、多分その声優さんですよ。有名な人っすよね。いやでも今倒しきるのちょっとあかんね。まあ、いや横だ。とりあえず、うん、安定。ちょっと上がりながら探りたい。上もあ、行かないか。あと、いや、ちょっと食らってるぐらいか。な、右上の7があれですよね。
これでいきます。SS はなんかバンバン使ってるから、もう先進む先進む重視で考えてるので、あ、そっか、下が、あ、これ真ん中のが変わんなければ多分これ移動するでしょう。移動したときに、あ、どこあるか、あ、いや、ちょっとガンガン行きたい、ガンガン行こうぜ、行きます。ダメよで、したらば、だいぶ上全部踏んでサクサクするか、いきます。そうそうそう、入ってる、入ってる、あと4。これさ、SS 使って知恵派せるしかないよな、あとな。なんかできる？これどうなんだろうな、削れるのかな。あんま角度つけずって。いきます。あ、いいヘリ、いいヘリ、いいヘリだけど。ダメージ、今 HP が、あ、大変、まあでも一回しか使ってない、いきます。やらないかな、それポイってしなければいいんだよね、ち、あ、おか、おか、お、おかっつってた、本当はあそこでボス飛ばせるらしいですよね、今こんな青くなってたところ。結構緊張すんな。まあ今こうやってもまだクリアできてないからやってんですけど。怖い、どうすっか、地雷一発のやつだと怖いな。あ、まあ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 、まあ、いいんじゃないですか、食らってもいないし、爆発に巻き込まれていないし、ヘリもまあ悪くはない。あ、どうなんだろう、いけんのかな。オッケー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 、でブオってうるせえな、そこ車の音か。オッケー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 、ラスゲーラスゲー、しかもこのアスナの SS が残ってるっていうのは結構美味しいっすよね、遅延だもんね。オッケー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 、で、まあ、どうしようかな、うるせえな外の車、なんなんだよあれ、はい、こうやってこうやってさっていくとさ、すごいなんか頭がいい人はこうやって考え込んでるに見えない、全然頭良くないんだけどね。横貫して、いや、そういう
ことは考えずに、どうしようかな。ちょっとこう暴れ気味で左側もやれりゃいいかな。強くなっちゃうか。うん、まあ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 、あれはまあ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 、まあ、で次がどえこうなんの。あ、そしたらこれで上がる、うん、上がりだね。下上がり、上上がり届くかな。まあ行きますか。まあ届いたけど外れてる、ずれてる。投げない、投げないんだったらいいね。投げないんだったらいいよ。ピオちゃんになってるから、はい、うーん、お侍さん硬いんだよな。SS バンバン使っていくか、もうこうなったら。横だな、横でちょっと10って食らうかもしんないけど、あ、これさ、最初に当てたやつか。最初に当てたやつに、あ、でもね、倒したから、これっていう場合ってボスの方に入る。やっべ、あと一息出てくる。これ入って、変ねえなー。あと4ターン。申請数のタイミング、あれだね、当てるのが、間違ってたね。どうなる、いや、 SS 使えない。やーべえ、ちょっと待って、ひよこ状態が怖えけど、チェンスどっちがダメージ稼げる。遅くなるんだろ絶対で。こっち行ってみるか。はい、踏まねえか。うわ、よし、悔しかー、マジかー。あれ、アスナの SS 最初にあいつに当ててりゃ勝てたんだろうね。あー、まあなんかすっごい長々なっちゃいましたけども、なんか申し訳ないです。なんかね、長い動画になったにもかかわらず勝てなくてもすいませんでした。精進してクリアしたいなと思います。多分いけると思うんだな。うん、以上、島Pでした。バイバイ。